リストボードをつけて手首を固定して指の筋肉がどこにあるかが分かるというふうにお話をしていますが、実際にじゃあ具体的にどこを動かしているかというと、例えば2と3をこういうふうに動かしていると、ここの手の甲の筋肉が動いているのが分かります。これが指だけを動かしている筋肉です。この筋肉というのは実はこっちの方まで全部つながっていますので、ここだけ動かすっていうのは本当は違っています。ですが意識として指を動かすときには、ここのこの手の甲の筋肉を使うんだよっていうふうにまず自分に言い聞かせることが大事です。そして具体的にはもっと詳しく言いますと、ここの筋肉を使うときは、持ち上げるときはこの筋肉を使うんですが、下ろすときには今度どうするかというと、こちらの筋肉が動いています。この裏の筋肉と表の筋肉を一生懸命動かすことで指というのは動いていきます。でその時に手首がこう風になったりとか、肘がこうなったりとか、肩がこう上がったりっていうのはいらない筋肉なので、いらない動作なので、そこは重力に任せて下に下ろしといて、でも唯一重力に逆らうのはここの指の筋肉です。ですのでこうやって弾くときに、打鍵することも大事なんですけど、利鍵も大事です。2の指を引いて3の指を下ろすとき、次に2がしっかり上がってるように、4の時も引いてまた3の指引くときに戻るときに必ず一生懸命上げるように、まあ、ギュッと上げるのは難しいかもしれないですけど、必ず上げる、なんとなくこうなんか押さえたままになってしまう方があるようなんですけど、利権もちょっと意識してみてください。決して大きな音を弾くことではないです。ちっちゃな音で構わないんですけど、ここだけは一生懸命動かすということを意識してください。